大阪桐蔭に化け物投手現る。大阪桐蔭が報徳学園を4対3で制して4強に進んだ。 PL 学園などが持つ記録を更新し、府内最長となる5年連続15度目の選抜出場を確実にした。スーパー1年生が試合を締めた。最速151キロ右腕の森春樹が4対3の8回から3番手として登板し、打者6人を無安打4奪三振と圧倒した。1メートル89、86キロの大型右腕、部員43人の中で唯一中学で軟式野球部に所属していた経歴を持つ。ドラフト1位で待ってるでドラ1確定な。高1で189センチなんで次から次へとこんなに出てくるんや。もう当たり前に150投げよるな。15歳で189センチはでかすぎて草。これドラフトの時には藤浪くらい身長伸びてるのでは。3年生くらいで一気に伸びるくらいが国試軽減できてちょうど良いんだよな。ご視聴ありがとうございました。野球知識や思ったことをコメント欄にぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。面白い情報を知りたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。